全国1億6000万の麻生太郎ファンの皆様、こんにちは。速稼塾の久保です。麻生さんの目立ったニュース最近はないんですけども、でもね、2つぐらい私言いたいことがあるんで、今回の動画を下ろさせていただきます。1つは繰り返し申し上げますけども、まあ特別定額給付金ね、全国民に一律給付10万円、これ麻生さん1人が邪魔してるんですよ。他の人はもう出してもいいんじゃないかみたいなことになって、野党与党ともね、もうそちらの方に意見傾いてるんですけども、麻生さんが10万円などやるものかというね、後世に借金を残すのかとかね、そんなこと言ってます。まあこの10万円給付が常態化すると、このモラルハザードを招くっていうんですよ。例えばベーシックインカムにしてもそうですし、特別定額給付金にしてもそうですし、いわゆるね、麻生さんの口を言わせれば、国民を甘やかせる必要はないと、どんな危機の状態でも自力でできないやつは放っておけみたいなね、そんな論調なんでしょうね。いや、ひどい話ですよね。仮にも自分を当選させてくれた国民に対してこの仕打ちはないだろうと思います。そして自国民をこれほどまでにね、苦しめて平気でいられるこの麻生太郎さんの精神、なかなかご立派じゃないですか。これからも麻生太郎さん当選するんですかね。ぜひね、大島九州さんが当選して麻生さんが落選することをね、望むと、そういう声が上がってきそうなんですけども、皆さんいかがですか。そして言いたいことのパート2なんですけども、ついに出てきましたね、赤木ファイル。これをもうね、発表しようと、一部黒塗りで出すよというふうに動いてます。実はね、この財務省関連のファイルにしても資料にしても、財務大臣の声一つで出すも出さないも決まるんですよ。財務大臣が出さないといえば、各省庁がいくらね、出そうと思っても出ないんですよ。麻生財務大臣が出すといえば、どんだけ官僚が出したくないってもね、出てくるんですよ。その一つなのかなと思います。さすがに麻生さん今回はどうなんですかね、もう出してもいいかと思ったんですかね。とりあえず出てくるような感じです。赤木ファイルね、赤木俊夫さんの最後の仕事がここに込められています。これをもってですね、私たち国民と財務省職員さんとの契約関係っていうのが、本当に赤木さんは尊い人だったなと、まさに武士道といいますかね、日本人魂というか、このような崇高な志を持った高級官僚の人を、まあ、むざむざね、中堅以下の職位に追い込んで、そのまま死に至らしめてしまった。まあひどい話だと思います。そして隠蔽に加担した人は全員出世。何なんですかね、権力にすり寄って弱い者を叩く、まるでね、あれじゃないですか、北海道のいじめ自殺みたいな感じですよ。追い込んで追い込んで、みんなで取り囲んで、死ぬ勇気もないのに死ぬなんて言うなみたいなことをね、もしかしたらこの財務省の中でもあったのかもしれません。自分が声を上げればきっと財務省職員官僚は盾ついてくれるはずだとね、そう思ったわけですけども、麻生財務大臣そして佐川局長は味方についてくれなかった。超スパルタで上司というね、職位を生かして徹底的に追い込んできた。そして知らぬ存ぜぬを決め込む麻生財務大臣に、当時副総理ですかね、そして安倍総理は自分の部下たる職員が命を絶っても涼しい顔でその後も嘘をつき続けるわけですよ。こんなことが許されていいんでしょうか。しかし私たちにはできることがありません。こうやって負け犬の遠吠えを繰り返すだけです。ただ私はね、負け犬の遠吠えですけども、やめてはダメだなと思います。この負け犬の遠吠え、何の効果もないかもしれませんけども、少なくともね、今日この私の話を聞いてくださったあなたがいる、それだけでも発信した意味があるのかなと思います。まあ今日はね、麻生財務大臣に本当にね、この2つの件をもっと前向きに取り組んでいただきたいなと、必ずしも麻生太郎個人に恨みがあるわけではありませんけども、財務大臣としての麻生太郎さんには私は大きな疑問を感じます。そして副総理としての麻生太郎さん、これも適任ではないと思います。他に適任者がいないとしても、少なくとも麻生財務大臣に副総理そして財務大臣という職位を与え続けるべきではないんではないかなと私は思うんですけどもね、いかがでしょうかね。それでは本日は以上です。ちょっと床屋行ってきます。